一度立ち止まった14番のエルディアナ、ゲートに入りました。スタートしました。12番のスプール、あまりいいスタートではありませんでした。後方から5頭目あたり、前の2頭は4番のオーバンブルマイ、8番のスマートメイプル、この2頭による先行争いに11番の東方フランゴが絡んでいって戦略切りました。内から5番の湘南アウリー、6番のオルノア、青い帽子の2頭に外を通って13番のミッキースピナッチ、ここが第2集団。その後ろはインコースから2番のライジン、追っつけながらの追走です。12番のスプルがその馬群の中上がっていきました。中段まで上がっています。外14番のエルディアナ、あと1馬身差9番のクリノコマンダーが続いてインコースを通って7番のネオアリシア、3コーナーのカーブに入ります。800切りました。600は34秒8での通過。後方は1番のナムラダリウス、外を通って10番のエフジョイナー、後方から2頭目、最後方遅れ加減で3番のライブリーです。600切りました。やや縦長に変わって3コーナーから4コーナー坂を下りながら11番の東方フランゴ先頭、内8番のスマートメイプルと2頭並んでいます。3番手は13番のミッキースピナッチ、追っつけながらの追走。4コーナーから直線、内を狙って4番のオーバンブルマイ、あとは外に出して14番のエルディアナ、12番のスプルも外から追い込んできました。間は5番の湘南アウリー、横に広がって坂を上る。さあ激戦になりそうだ。先頭は8番のスマートメイプルか、最内からはオーバンブルマイ、200を切りました。外から12番のスプル、そして大外7番のネオアリシアなども追い込んでくるが、先頭は4番のオーバンブルマイ、オーバンブルマイ、12番のスプルが差を詰める。4番のオーバンブルマイ、ゴールイン。2番手12番のスプル、3番手接戦。